お疲れちゃんです。ロットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちら 2.0 ウォールブレイカーやっていきたいなと思います。でこちらですね、ちょっと前の20勝チャレンジですごい話題になったデッキなんですけど、今回ですねこの、ファンタジーロイヤルチャレンジというものが来てまして、もうすぐね、世界一決定戦が始まりますよと、まあ、いうことで、世界大会に出場する8チーム、各チームから、一つね、おすすめデッキを、紹介して、まあ、そちらがこう、ランダムに配られて、そのデッキでね、戦うような、チャレンジが来てます。で、報酬も結構豪華なので、やっていただきたいんですけども、今回、ポノスからですね、紹介したデッキが、このね、2.0 ウォールブレイカーというところで、まあ、多分ね、こう、もっと使いやすいデッキ紹介しろとか、こう、多分いろいろね、思うこともあると思うんですけど、今回ね、まあ、このデッキ、こうもしねこのチャレンジで引いた場合にやっぱ勝っていただきたいんですよ。引いたデッキでね、まあ、ポノスのデッキで、ポノスのデッキのせいで負けたわとか、マジでそんなデッキやめろよとかこう言われるのはね悲しいんでね、ぜひともこうやっぱ勝っていただきたい、このデッキをね使えるようになっていただきたいというところで、今回ねこれやっていきたいなと思います。他のチームだったらなんかホグデッキだったりだとか、またスケルトンラッシュ、まあ、そしてあとロイジェとかもね、結構、いるというか、まあ、あるみたいで、まあ、なんか、こう、意見としては、まあ、ロイに負けたっていう意見が、まあ、ちらほらいるのと、でも、使ってて楽しいっていうのは、すごいね、めちゃくちゃ言われてますというか、まあ、耳に入ってるんで、まあ、ぜひね、ちょっと、楽しいだけではなく、しっかり勝っていただきたいというところでね、さあ、今回相手は、スケルトンラッシュかな？遅延スキラーっぽいですね。これ多分トルネされると大ピンチになるですね、僕は。大ピンチになるが、トルネを、されないのは救いですね。ちょっとこれ、アイビスちょっと囲んであげて、コウモリ来てほしい。あ、キョキョ。イェイ、耐えた。まあ、ここ耐えただけででかいですね。で、もう、僕はこう、一生攻めとかないと、まあ、少しでもこう、受けのね、姿勢を見せてしまうと、まあ、ワンパンされてしまうので、もうね、一生攻めていきます。で、で、まあ、一個は多分、頑張れば折れるんですけど、11になった場合に、すごいピンチになるので、いや、これは、ちょっと待ってから、コウモリで囲んであげて、これにディガーをつなげたいですね。基本的には、ウォールブレイカーは単体で攻めになるんですよ。なんで、まあ、コウモリプラスのディガーでね、積極的に攻めていければいいかなと思います。そこにポイズンを使わせたので、まあ、次のね、相手のスケルトンラッシュには、ま、吹き矢で守れるよというような感じですね。まあ、930も折り切れるかって言われるとすごい難しいんですけど、ISP とかでね、ちょっとプレッシャー与えていきます。さあ、この ISP のダメージすら相手からしたらね、嫌ですよというような感じですね。さあ、どうしようかな、これ。アイゴレとかで釣っちゃって、うん、やばい。これちょっと、俺の吹き矢がやばい。あ、めっちゃいいトレネされた。めっちゃいいトレネされて、ちょっとやばいが、オッケー、タゲが変わり、さあ、あとはまあ、こっちを攻めたいですね。で、今トレネ使ったんで、ボムタワーあるんで、ウォールブレイカーじゃなくて、コウモリで攻めます。あ、タゲを取れて欲しかった。で、遅れてウォールブレイカーをすることによって、まあ、ここにボムを使わせるか、また他にコストを使わせられますね。オッケー。で、後ろから、ユニット割いて、ここでもうベビをね、コウモリで処理しちゃいます。で、この間に逆サイドも攻めてあげて、よし。ポイズン打たれても、後からウッドでね、耐えれます。なんなら吹き矢もう一回出してあげて、オッケー。いや、ウォールブレイク入ってる。これが大事ですね。この、なんて言うんだろう、もう、防衛をした瞬間に、すぐ攻めをね、またするっていうのが、まあ、すごい大変なんですけど、オッケー。これウォールブレイク入って対応しないといけないですし、いや、来ましたね。いやー、危ないんですけど、ぜひこれ頑張ってください。多分このチャレンジでも、このマッチアップがあると思いますね。この遅延スケラ VS、このね、ポノスのウォールブレイカー。ぜひね、ポノスデッキ。当たった人は当たりだと思ってね。当たりだと思って。うわ、ポノスやった勝てると思って、ぜひ頑張っていただきたいと思います。そうかいかないと思うんですけど、さあ今回相手はマジアチャーエレキですね。このマジアチャーエレキの、なんか、エリババ？ま、人気デッキって呼ばれるデッキも、今回ね、ノバかな？多分採用してたっぽくて、多分あるっぽいんでね、ぜひ、これ引いた時にも勝っていただきたい。よいしょ、さあ、とりあえず、耐えます。これ、エレキ相手使ったんで、このコウモリ多分鬼地獄だと思うんですよ。
だから結構攻めてあげて、オッケーオッケー、いやいいいい、コウモリ待って、こう好きやればよかった、好きやっとけば吹き合い目できましたね。いやもったいないですね。とりあえずもうどんどん攻めます、どんどん。一回でも暇すると大ピンチですね。なんだかマジアチャとかもう鬼きついっすもん正直な話ね、鬼きついっすけど、これスケレで3回受けれるんですね。斜めの位置に置いてあげて、いやーいい、完璧ですね。3回受けるからの、相手はタルババなので僕の吹き合いがきついですね、まあ、あとエレキだから追加の後ろコウモリとかも先のこのコウモリでもめっちゃきついと思いますね。そこになんか、あ、ペッカか、ペッカ工場でしたね。待って、逆サイのタワーが殴ってる、邪魔すんな邪魔すんな。あ、今ザップ使った。まあここは逆サイ一回やるでしょ、逆サイ連れてって、オッケー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 、いや耐えれそうではある。エレキ一回殴らして、待って待って、もう一回殴らなくていい、一回だけでいいんだよね君、一回だけでいいんだよね。まあ耐えることはできましたね、ペッカ工場ですね。いやー、まあザップザップが非常に嫌、ザップが非常に嫌だけど、さあ、これなんならカウンターですね勝手にカウンターですね。いやー、まあまあマジアチャかな、マジアチャだけですね僕の、あの嫌なユニットは。まあ回転早いんで、ちょっともう攻めちゃいます、ここで。よいしょ、さあ、でアイゴレ、あ、これマジアチャ残ってますね、ちょコウモリでね。さあスケで囲んであげつつ、ワンチャンザップ打たれる。あ、待って、やばい、待って、吹き矢に、吹き矢に行った、吹き矢に、これちょっとやばいっすね。あれ、おポノスデッキ俺が使えなかったら、だって誰が使えるんだって話ですかね、まあ、麦しかいないからこれ僕がこれ負けたら本当にやばいっすね、マジで。僕が負けるのだけは動画的にダメ動画的にダメ。よしよしよし、いや、なんであっち、こっち来たんだあいつ。よしよしよし、僕が負けるのだけは本当にダメ。いや、まあ勝つんでね、ちょっと見といてくださいよ気持ち的、気持ちが勝つ、勝てるかは分かんない。え、ちょっとやべえ、ちょっと待って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 、汗汗汗汗汗汗、まあ、一回ね、一回落ち着いてね。いや、あるぞ、全然守れる、全然守れる。よし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 、全然守れる。よいしょ、うぃー、危ねえ、ちょっとね、ヒヤヒヤしますね。こんなに、ね、マジやっちゃやばいな。僕はもうでもさすがにもう右っすね。左は興味ない。あ、うん、左は興味ないっすね。よいしょ。さあ。待って待って待って、バカバカバカ、なんで入ってんだ。危ない危ない危ない。危ない危ない。ちょっと面白くするためにね、あの、いい試合してるだけなんで僕、本当に。よいしょ、よいしょ。やばいよ、負けそう。負けそう、負けそう。いや、負けそうなだけなんでね、ま。勝つんでね。負けそうで勝つのがやっぱ一番面白いんで、クララって。さあ、言うの？うん、ゴーストはね、マジで透明になるな、一生。一生透明になるな。でもこれマジで、え、ワンチャンくね？マジで、本当にワンチャンある。これだって、エレキでしょ？エレキ。あ、待って、そんなコストがない。え、待って待って待って、来た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 、本当に勝った、オッケー勝ったやば、正直ね、これやばいっしょ。相手が最後ポイズン使ってくれたから、まあ奇跡的にね勝てましたね。やば、負けたと思って涙出てきちゃったまあ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 、まあ、勝てたんでね、勝ってるんで大丈夫です。はい、やっぱさすがポノスディックというところでね、まあ、負けるわけにいきませんよ。だって僕らがね、僕らがこうおすすめしてんのに、おすすめしてる側が勝てないようじゃね、もうおすすめすんなってね、あの言われちゃうんでね。よしよしよし、いや、マジで負けられねえ、本当に。これだけは負けたらもう終わる、終わる、マジで終わる。さあ、とりあえずウォールブレイカーで、これババコヤが壊しに行きますね。ババコヤが溜まっちゃうんで、よしよしよし、で壊しつつ回収してね。いや、この一発も入れたくないですね。これ、打って、ちょっと小屋を壊しちゃいますね。うん、あっち行っちゃった。あっち行かないで。あー、今のとかにリガーを繋げてもいいかもっすね、ちょっと。さあ、今回相手は、ベビーババ小屋。スケラーかな？入りごれの可能性もあるっすけどね、まだ。さあ、コウモリとかもね、しっかり延命していきます。
で、これ逆サイの、あのタワーの竹取ってますって、ティガーでバレてない。これもしタルババとかで対応してきたらタワーに入るって感じですね。うわキング起動避けたのでけー。いやマジで今の神っすね。で次は相手はライドラか、まあババコアのターンでもあるっすね。とりあえずケツ吹き矢とかやりつつ、でコウモリプラスのディガーで、まあライドラの位置がわかんないんですけど、ライドラ凍らせれたらでかいですね。であとはこのウォールブレーカーでババコアを壊しに行きます。いやババやめろ、ちょっかい出すのお前ら。いや一発でかい。さあ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 、とりあえずババコヤを壊してくれ。でタルババ咲きましたね。相手は今タルババ咲いた。他は分かんないが、これでも攻めないと僕やばいんでね。あいこれコウモリのディガーまで行っちゃって、よいしょ。さあさあさあ、まあ、1本折れましたね。1本折られそうな、折られそうな香りもしてるんですけど、ちょっと真ん中ウォールブレーカーとかしてあげてね。うわなんか違う違う違う、変なの釣れた。さあとりあえずあとは逆最大ね、光栄を持っていきます。これ持っていければ全然あるっすね。よしよし、さあ逆最大持っていって、あとはオッケーオッケー。いやこれはね守れる守れる守れる、なんで守れてないのが意味わかんないぐらい。待って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 、守れてないのが意味わかんないんだけど。よいしょ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 、あれやばい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 、待って、エリゴレエリゴレエリゴレだけはやめて本当に。あーちょっと待って、あれそんなバカなそんなバカな、ちょっと待って、あの今なかったことにしてください。あれだな、あれあれ、いやマジでこれダメだダメだダメだ本当に、ちょっともうなんでだろうねでも声がやっぱ剥がせてなかったんで、あの逆サイドアイゴリにしっかり連れて行ってあげないといけなかったですね。多分ベビドラぐらいしか連れて行けてなかったんですよ。はい、なのでヒスケとかアイスピでヒーラーをちょっと上の方に寄せて、あ待って、またエリゴレ来た、それだけはやめて、僕をいじめないでエリゴレで本当に、あエリゴレしか来ねえやんけ。でこれ形組まれたら守れないんで攻めます。で、なんなら柳雨だけ防衛とかかな。あ、ザップ？待って、ザップってなんだ？新しいぞ、このエリゴレは。とりあえずもう溶かしちゃいます、ここで。あ、待って、柳雨ザップ？ちょっと待って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 。あの、いらないいらないいらない、そういう動画に求めてない、そういうなんか。なんで？マジマジやばい。いや、これ、ちょっと、やばいやばい。矢沢？これやばくない？矢沢だけはやばいでしょ。矢沢だけはやめて。世界で一番苦しいデッキまである、これ。いやでも意外と耐えたな。まあからのですよね。こっから、まあ、勝たないといけないんでね。で、ウォールブレーカーは無視されたら終わるんで、ユニットで攻めると、なんか無視できないんですよね。よしよしよし。いやー、まあまあ入ったな。まあまあ。で、まあ無視ですよね。なんで、まあ基本的にコウモリプラスディガーだったり、まあ、アイゴレプラスとかコウモリで、あの、地獄地獄、なんで俺2連続でエリゴレとやってんの。しかも、ヤナアメザップってお前。知ってただろ俺のデッキこれ。マッチングする瞬間に変えただろ、なんか1枚ぐらい。本当に。これやべえな。まあ、ヤナアメが来るかな。とりあえずあの、光栄をね。よしよしよし。よしよしよし。いや、ワンチャン耐えれる。マジで耐えれる。このね、ヤナアメを使って、ただ使ったでみたいな。よしよしよし、こんにちはこんにちは、君恥ずかしく、お前この柳雨でこのデッキに負けるんだぞ、恥ずかしく、お前。よしよし、とりあえず2個折れそう。2個折ってもうキング行かれるから、僕はちょっとキングを攻めるんですけど、ここの吹き矢でできるだけあの相手のあのエリゴレを溶かしたいですね。で逆サイドにちょっとプレッシャー与えて、よしよし、ここでこの吹き矢を延命するんですよ。で延命してできるだけエリゴロを溶かさせてほしい。いや回復すんなお前、ボケボケボケ、あボケボケボケーい。さあ、まあでもキング行かれなければいい。柳雨使う？柳雨使ってくる。できるだけ溶かして時間稼ぎをし、柳雨使った、キング行かれなかったらいいんだよね僕は。よしよし、後ろの方に行ってもらって、
この、やばい、待って、あいつ、インドラ、待って、待って、バカ、終わった。ちょ、待って、なんで？やばくない？ちょっと待って。ですよ。なんでだ。最後やったか？なんかやったっすね。ダメっすね。終わった。でも今回チャレンジ、エリゴリいないと思うんですよ。いたかな？待って、全然覚えてねえな。本当にチャレンジでエリゴレいないこと祈っといてください。はい、というわけで終わります。いやー悔しい。最後勝てたもん。絶対勝てたっすよね。やば。はい、そんな中でもう慣れちゃったんでね、高評価とコメントとね、チャンネル登録で僕をね励ましてください。よろしくお願いします。終わります。ではお疲れちゃんでした。またね。